髪が短い。切りました。イエー、似合う似合う。やっぱその長さが一番しっくりだね。この長さが好きなんですよ。やっぱりね、どうしてもね、首がさ見える。うん、やっぱ伸ばせないね、しーちゃん、ね、頑張って伸ばしてたんだけど、切っちゃいました。リミはもう切らないの、髪。ずっとこの伸ばしていくの。そういうわけでもないけど、とりあえず今の長さでいい感じ。ちょっと高いやつ。今日はですね、金曜日なんですよね。今日は久しぶりに女3人なんです。女子会です。なんか女子会の方がね、2人がね、よく喋る。そんなことないもん。そんなことないかな。そんなことない。いただきます。今日はしほちゃんがね、美容院にね、夕方行ったので、そのままスシローに来ちゃいました。はい、うま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 。ピントロプリンパフェ。あ、プリンパフェ来た。うん、これは、うん、食べない、うん、全員食べる今日。あ、これね、このアンミカさん出てる。分かんないかもしれないけど。どうした、おいしい。おいしいよね。リミちゃんずっとお寿司って言ってたもんね。お寿司食べたいって。いつ言ってたっけ。週末言ってたっけ。言ってたよね。そう、リミ週末土日からね、お寿司が食べたいってずっと言ってて。え、よかったね。じゃあ、え、びっくりドンキーの時も。そう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 。でも、うん、一回行ってたじゃん、平日に、うん、だから、ね、そう、もう行ったからね、違うのにしようってなって。あとスイートパラダイス行ったから、さすがにね、連チャンでそんな行ってないじゃん。確かに、うん、マジで美味しそうね。今日マジで食べていい。どうぞどうぞ。あ、これかな。美味しそう。あ、そう、これこれこれね。これ食べるでしょ、今日。食べます。リミも食べたの。あ、みなさんないね。お、馬刺しネギトロ来た。全部ふじこしってすごい。あ、そう、今ね、フグのねキャンペーンじゃないの多分。うん、ほら、スシロー史上初フグ尽くし。本当だ。そう、フグやってるんだよ今。ありがとう。来ました。ありがとう。ちょっと高いやつ。そうそうそう、ちょっと高いやつね、これね、馬刺しのやつ。馬刺し美味しかったんだよ、この前食べた。ね、しーちゃんお気に入りだよね、うん、これが美味しいんでしょ。美味しいの、これが。いいですか。美味しいですか。美味しいですか。うまっ、うまっ。リミちゃんも高級なんだっけ、キングサーモンに手が来ましたね。え、待って、どうしたの。あ、リミ食べていいよ。喋なんで寸止め。あのね、お皿が一緒なの、まったく。ほんとだ、食べてるものは違う。3皿目までも一緒で、4皿目も一緒。すごい、ね、この値段のね、そうそうそう、色が仲良しじゃん。最近今日姉妹仲良しなんじゃないの。喧嘩しないんじゃないの。え、それほどでもリミしない。あ、喋ってないの。喧嘩以前に喋ってないっていう。いや、違うんだよ、ゲーム全然喋んない。あ、携帯とか見てさ、喋る前だけ。だから私も別に喋ることないから喋らない。学校でも会わないの。会ってもスルーだよね。あ、そうなんだ。お互いも今は学校で会っても素通りみたいな。素通り、本当に他人事。他人事。言い方よ。そうなんだ。行くとか楽しいの。なのでいいよね。もう学校生活さ少ないんだから。
さ、手とか振ってあげたらいいじゃん、姉として。あ、ミミーとかやってほしい。ミミー、ヤッホーみたいな、やってほしいの。いいんだよ、リミス側に言って。最後の方ぐらいしてほしいよね。ほら、姉、妹の素直な気持ちが出たよ、お姉さん。残りの学校生活、優しくしてあげて。ミミーってやるよ。もう一回、もう一回。ミミーってやるよ。2人見どうすんの、返事は。運で終わり。あれやり返さないのかって。しーちゃん、やだ、無理。無理だって、無理だって。でもやってほしいんだって、この妹のさ、心を分かってあげて。この気温、お姉ちゃんに手を振られたいんだよ。そういうこと。こう、お姉ちゃん、お姉ちゃん私のこと大好きなんだなってこう思いたいわけよ。そう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 。でリミはどうすんの？リミは手振られたらどうすんの？どうすんの？振るんじゃん、やだ。ここで、ここで、うんって振るんだよ。そうそうそう、この流れだったらね、うんの方が、うんの方が面白かった。いやいや、別に笑い取ってないからさ。話題を求めちゃった。素直に行こうよ。はい、はい。ミートポール軍艦。すごい発音。もうはミートポール軍艦。そうそう、お弁当にしかミートボール出てこない。え、普通そうじゃない？家のご飯でミートボールみんな出てこない。タレご飯食べる？タレご飯。わー、美味しそう。タレご飯。ねえ、うざいと思ってるよ、きっと。ん？何のことかな？うざいと思われてるよ。今食べるものないっす。これは？あ、これリン、あ、これ私か。お姉さんが食べてあげるんでしょ、優しいお姉さんが。優しい私がね。リミちゃんはイクラつくしを食べたい。あれ、イクラつくしだっけ、なんか包みイクラみたいな。あ、包みイクラみたいなやつね。これさ、キュウリにさ、醤油垂らすのがいいんでしょ。うん、あ、そう、テレビでやってたよね。で、垂れて、イクラのとこに行くみたいな。うん、垂らします。3滴ぐらいがちょうどいいから。うん、なんかテレビで言ってた。いただきます。はい、美味しい。久々、ひーちゃんあんまイクラ食べないもんね。すごい久々。え、イクラじゃん。イクラ美味しい。あ、来た来た、リミちゃんの本命が来たよ。ノーイクラ包みか、名前。うん、来た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 。おお、これです。これこのね、イクラがこんもり乗ってるやつ。これをリミちゃん食べたはず。うん、うん、そう、イクラ食べたいって言ってたもんね。え、美味しそうだね。ん、美味しそう、美味しそう。まあそうだよね、そのまま食べるね。今日物流すじゃん、受けるね。え、なんかこのお皿の並びが全く一緒です。また合わせてないよね。合わせてない、すごいじゃん、今日仲良し小良しじゃん。ねえねえ、何食べよう。ゆっくり、仲良しだね、今日は。ねえ、ね、もし何食べようかな。大丈夫？どうしたの？元気になった？ご飯食べて。おいしい。おいしいね、リム。寿司大好きだもんね。ねえ、何食べよう。何？迷ってんの？なんかあんまいいのが見当たらない。そうなの？あんまいいのが見当たらない。まあとりあえずじゃあ甘いの食べてから考えたら。そうなんだ。うん。食べるわ。うん。これで開けまーす。うわー、美味しそう。こういう感じ。いいなー。チョキン。もっとこっち。あ、もっとこっちです。ダメじゃん。兄ちゃんダメじゃん。こんな感じですね。あ、美味しそう。美味しそうだね。いただきます。僕も食べない
ね、うるさいんだけど、ちょっと黙ってくれるかな。することがないんで。そう、することがないんで、この二人。だからママのね、食べるものにちょっかい出してくるの。来ないね、あの、なんだっけ、パフェ。パフェやっぱ今作ってるからね。もうちょっとかかる。丁寧にやってくれるんですよ。そうそうそう。丁寧に。もうちょっと待ちましょうね。じっくりこと。煮込んだスープ。ナイス。マジナイス。ありがたく幸せ。来たよ来たよ。ピャン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 。あ、なんか一個取れてる。優しい、りみちゃん。りみちゃん優しい。落ちてる方。マジ可愛いんだけど。こんな感じでーす。なんかの、こんな感じ。おー、おいしそう、おいしそう。マダガスカルのチョコって、なんかええやん。こんな感じです。いっぱいアンミカさんです。うん。ありがとう。いただきまーす。はい。このチョコプリン、おいしそうだよ。これ、上はプリンなの？プリン。チョコプリンだ。おいしい？マダガスカルってこれか。マダガスカルの味した？うん、マダガスカルの味したよ。で、この緑のやつ何？どう？チョコうまい。おいしい？チョコプリン？チョコプリン。で、うまっ。え、この緑のさ、クリームは何だろうね？抹茶？うん、チョコが強くてわかんないけど、抹茶かな。うん。濃いけどね。うん。うまっ。あ、抹茶だ。リミ、抹茶大丈夫？食べたんですか？でもクリーム食べてもらうのもあれだね、難しくない？確かに。ちょっと食べてみる。普通にアイス入ってる。いける？オッケー。普通にチョコアイス入ってる。チョコアイスだって、下。いいね。この下赤いけど。うん、赤いのは何だ？何これ？赤いの何だった？いちごではないか、ラズベリーソースみたいな。こんな感じだ。うまっ。うまっ。休憩でこれですからね、しょうちゃんが。この先なんか食べるんでしょ？それは秘密よ。しょうちゃんね、外食来るとめっちゃ食べてたね。だし巻きだ。だし巻き。お、だし巻き頼んだのか。かわいい。かわいい。だし巻き決まりちゃん。100円でございます。なんでこんなに美味しいんだろう。こんなにもの、こんな美味しいものを食べれて、私は幸せだね。幸せだね、本当。お寿司屋で食べれることが幸せです。幸せだよね。うん。もうね、ここね、まあ私たち田舎に住んでるんで、案外この車からここに来るまでに接触者ゼロだよね。マジ空いてるっていう言い方もあれだけど、人と交わらないで来てます。はい、ね。まあそんなもんですよね。平日だし、まあ、うちらは外食するときは必ず空いてる時間にしか行かないだよね、うん、3時とか一番空いてる時間帯にいつも行ってます。そうなんですよ。だから結構人がほんと少ない。今日もさ、受付も、うん、あの店員さんじゃなくて、うん、自分たちで打って。そう今ね、みんなそうなんだ。そう本当に人がない。そうだから受付も店員さんと交わってないし、帰りも生産も自動生産機だからね。安心安全。ちょっとさ、日本のさ、いらっしゃいませっていう文化がさ、なくなっちゃって悲しいよね。確かに、まあ、そういうのもなくなりつつあるんだろうね、この先。そういうデメリットもあるけど、コロナ禍もあって、メリットもあるよね。そうなんね、なんでこんな話になってんだ。そこはちょっと考えないといけない。この先これはちょっと考えないといけない。そうなんだ。文化がどんどんね、失われつつあるっていうね。あ、そうなんだ。なんか、いや、まあ、デジタル化がね、進むからしょうがないですよ、この先。しょうちゃんが大人になる頃なんて、どんな社会になってんだろうね。ロボットがさ。もうロボットとかいるんじゃん、やっぱり。いらっしゃいませ。
うん、コンビニとかももう無人とかになってそうだしね。もう無人じゃない？そうだね、もう無人のところもあるぐらいだっけ、うん、だからもう本当もうおじいちゃんおばあちゃんになったらついていけないかもしれないよ、ママとか。だからしーちゃんにあれ帰ってきてとか頼むかもしれない。うざちょっとうざとか言ってるねえ。聞いた？じゃあリミちゃんに頼むね。あ、優しい。リミちゃんは優しいから、ママが買ってきてって言ったらきっと買ってきてくれる。しーちゃん貧乏。しーちゃん貧乏しーちゃん貧乏なの？リミは、リミはね、堅実家っていうの、お金貯まる人だからね、うん、無駄遣いしない子。こっちはあればあるだけ、何買おうかなって考えるタイプ絶対お金貯まらない子。たまんないの。妹に貧乏とか言われないように頑張んなよもう言われてます。今だけ言われましたマグロでーす。マグロフェアでーす。お、だいぶ来ましたね、みんな。黄身が乗ってない。ん？黄身っぽいのが乗ってない。ほんとだ。並んでるの珍しいよね、並んで食べるの。いつもさ、向かい合ってるからね。ジャンボトロサーモン来ました。来ました。これは、これも私が毎回食べる。そうだよね、最近食べるよね。ユッケ食べてみよう。うん、いか？オッケー。まもなくご注文いただきました商品が到着いたします。エビ、珍しいね、エビね。え、最近めっちゃ食べない。そうなんだ。ん？どうしたの？優勝。これ？美味しい。大優勝。ユッケ？うん、大優勝ときた。いい食べっぷり。おいしい。ママ、これが来ました。じゃーん、これです。このなんかこれ頼みました。うん、おいしそう。おいしい。うん、これです。なんか高級感漂ってるよね。うん、まあ、高級なんだけどはい、アジが来ました。ミミのイカ来ないね。ね、美味しい。お、偉い。うん、優しい。リミちゃん、リミちゃんが水を持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとう。イカも来ましたよ、リミちゃん。イカ美味しそうですね。なんかすごいこっちうまって聞こえるんだけど。エビエビうますか。エビがうまなんすごい。まだ来てさ 10分ぐらい、15分ぐらい。やばくない？もう5皿食べてんだけど、この子リミちゃんももう4皿来てる。すごいね。今日はお腹ペコペコで、めっちゃお腹空いてきた。お腹空いてきたの？これ何？これ食べて。お腹空かせてきた。空かせてきたの。びっくりした。あのさ、今日は前回女子会やったじゃん。今日も女子会です。月1ぐらいでやってるよね。だよね。今日たまたまパパが仕事でいなかったから、そうだよね、来たんだけど、
休日っていうこともあって、あ、そう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 、ということでさ、前回さ学校でさ、リミちゃんがさ会ったらさ手振ってほしいみたいに言ってたじゃん。それはどうですか、その後。見ましたよ。振ったの？振ってもらった。振ってもらった。どうやって振ったの？だから、うん、手振ってって言われるじゃん、うん、廊下ですれ違うじゃん、うん、あってやったんだ。振ったらリミがね、うん、嬉しそうにね、みたいな。マジ、うん、やったの。リミも、リミも手振ってくれた。へえー、嬉しそうだった。嬉しそうだった。うん、よかったね。嬉しかった。あー、かわいい。そうなんだ、よかったね、リミちゃん。一回だけ、うん、1回しか会わなかったの。なんかそんなもんだよね。あんなに教室使うのに会わないもんか。あんま会わない。そうか、でもあんまり今廊下とかで汗しちゃいけないもんね。トイレで会った時は喋った。喋った。なんで喋ったの？なんて喋ったの？ようみたいな。そう、喋った。何喋ったの、リミ？忘れた。挨拶程度？そう、挨拶程度。ありがとうございます。うりー、そう、すごいの最近仲いいね、うちら仲いいよね。最近さ、なんか一緒にさ、何？漫画？漫画じゃない、うん、漫画見たりアニメ見たりさ、盛り上がってない？ね、リミもさ、最近漫画とか見てるしね。どう？しーちゃんもうすぐ学校からいなくなっちゃうけど寂しい？そこは寂しくないんだ。確かにあんまり関係ない。あんまり関係ないか。何これ？アグリハーム。うまい？いいね。みみちゃんこれ好きだよね、ミートボール。なんか美味しい。美味しいんだね。懐かしい味じゃない？お弁当によく入ってたミートボール。ミートボールそんな好きじゃないんだよね。ね、しーちゃんはそんなにさ好きじゃないよね。うまい？よかったよ、二人が仲良くて安心しました。ママ、もう仲悪い時はどうしようかと思ったよ。え、もう頼んでるし。え、早くない？もう頼んだの？今びっくりしたんだけど。もう来たよ、デザート。これ今までのやつ？うん、新しいやつ、うん、え、これ？この、うん、これ、うん、ちょっと映るかな、こんな感じの。へぇ、美味しいかね。ね、すごい取り方。舐めマスクのように取ってますけど。リミちゃんもポテト来ました。いいね。はい、でもさ、カフェだからさ、うん、来るの遅いかなと思って早めに頼んだらめっちゃ早く来たっていう。確かに、そういうことか。そういうことじゃない。まだ食べてるのにパフェがあるっていうね。あ、しかも卵もいた。卵もいた、こんなとこに。あ、確かに美味しい。面白い。いいですね。仲いいですね。安心しました、本当に。ね、漫画面白い。それ関係あるの、お姉ちゃんと。ね、仲良くお姉ちゃん、あ、分かった。話が共有できるってことか。漫画読んでここ良かったよねとか、どう思うとか、そういう感じではない。あんま話さないのか。どういう仲良しなんですか。喧嘩しないね。いいことだね。平和だね。なんかすごいんだけど。1,2,3,4,5,6,7。すごっ。まだまだ全然いける。そうでもないか。うん、ちょっと考えながら、うん、出ますね。はい、どうかな。こんな感じで、さっき舐め回すように撮ったから。そっか。なんかね、いちごがね、冷凍じゃないんだよ、うん、やばくない？あ、そうなんだ。昔ここ冷凍だったよね。そうなの。やっぱ今旬だからね、いちご。どう？美味しい？めちゃめちゃ美味しい。やばい。めちゃめちゃ美味しい。いいね。おっちゃん。バニラアイスだ。美味しい？やばい、美味しい。
しーちゃんといえばカタナーラだっけ、うん、今日は食べないの、後で食べるかも、知れなくもない、え、知れなくもない、あ、そうなんだ、お待たせしました、ご案内いたします、めっちゃおいしい、大学院も来ました、りみちゃんの大好物、どう、安定の美味しさ美味しそう、やっぱ美味しそうなんだけど、なんとここへ来てラーメン来ました、すごいね、しーちゃんあーと思ったらなんかまた来たアップルパイ来ました、初めてじゃない、アップルパイ、そう、初めて見て、カタラーナ本当は食べようと思ったんだけど、うん、美味しそう、アップルパイめちゃめちゃ美味しそう、アップルパイ美味しそうです、すごいね、締めにラーメンとアップルパイだよ、さすがしーちゃん、食欲が半ないね、半端ない。おいしい？リミが呆れ顔で見てる。よく食う姉だなと思ってる？めっちゃおいしい。おいしいね。よかったね。卒業式まで2キロ減量とか思ってたけど無理だわ。無理だよ。逆に太りそうだよね、卒業式までね。あと学校何回？13日。うわもう迫ってるね、卒業が本当、でも無事ね、このまま元気に卒業式ができるといいよね、うん、土日も学校行ったの、そりゃあね、やっぱ別れが辛いよね、お友達とね、でも中学校もみんな大体一緒なんだからさ、まあ、中にはやっぱり違う中学校行っちゃう子もいるけど、ほぼ一緒だからね、クラスが分かれちゃうから、そう、クラスが増えるから多分同じ小学校先生がね、決めるらしいんだけど、うん、中学校の先生はうちら知らないじゃん、あ、そっかそっかそっか、だから小学校の先生が決めんの、中学1年生のクラス替えは、うんうん、担当の小学校なんだ、小学校の先生が決めるらしくて、あと先生が言ってたから、担任の先生が、うん、それは間違いないと思って、うん、その先生がね、うん、このクラスで同じクラスになれるのは4人ぐらいしかいないらしくて、うん、あー、そうなんだ、本当に少ないらしいよね、ねえ、もうやだ、え、6年3組のメンバーの4人なんだ、4人、あ、でも4人はいるんだ、やだ、でも4人いて他のクラスにも4人4人いたら、まあ顔が知ってる人は最低でも12人は同じクラスにいるって、あ、じゃあ強いじゃん、強くない、まあ、うん、先生にね、頼みますよ先生、嘘、頼むよって、頼むよ、何を頼むのって最高かもしんない、誰、しーちゃん、りみちゃん何皿、何皿、何皿、4、5、6、7、8、これで8、うん、はい、りみちゃんはでも食べた方じゃない、食べた方だね、しーちゃんがすごいよね、相変わらず、何皿、これが10、うん、で11、12、13、14、14、てかラーメンも食べてるからね、しーちゃんね、パフェとラーメンと、あと卵焼きと、うん、あとアップルパイ、すごい、今日もいっぱい食べました、美味しかったです、じゃあ、はい、ごちそうさまでした、取りづらい、ちょっとタイレですね、今日は並んでないの、はい、ということでね、なんか今桃鉄とコラボしてるみたいで、これを頼みました、じゃーん、キングナンパか、すごいね、これ300円のやつ、キングボンビール寿司と、うん、ミニボンビール寿司、これね、これかわいい、うん、なんかさ、うん、自分はさ、うん、もう一つやってないからさ、そうだね、キャラとか詳しくない、うん、あんま分かんない、でもなんかとりあえず可愛いから立ってみようかなっていう、うん、あとはもう定番でーす、はい、まあ納豆とかね、
で、はい、私納豆とサーモンしか食べてないの。確かに、まあ最初いつもそうじゃない。そうね、まあ食べましょう。食べましょう。はい、はい、うん、食べよう。リミ、じゃあリミちゃんこれをいただいてください。醤油ちょっとお好みでかけてもいいし。いただきます。そうじゃん、おいしい。何言ってんだか全然わからない。朝、今日の朝納豆食べた。そうだ、今日の朝も納豆ご飯だ。それでもいいんですか、飽きない。取ろうか。取らないと食べれないよね。どうなってんの。取りまーす。もう2人ご飯あるんだ。2人ご飯あるんだ。そんな生きてるみたいに。おー、こんな感じです。まあ普通の北はご飯だね。カニカマ、カニ、あ、カニカマだね。カニカマがあってコーンかと、このなんだっけ、とびっこ。どう、どう、うん、うん、美味しいですか。うん、これ100円。そう、これ100円だよね。お得じゃない。なかなかね、お得だよね、大きいしね。ツナ入ってる。あ、ツナも入ってる。リミちゃんツナ大好きだもんね。よかったね。これはお得だね。すごい具がね、たっぷり、めっちゃたっぷり入ってるよね。これはお得だわ、100円で。リミちゃんの好きなやつだね。よかったね。うん、きほちゃんついに卒業しちゃいましたね。やだなんてやだなのよ。小学校卒業しました。おめでとうございます。今は絶賛春休み中でダラダラ過ごしております。やばい、毎日。太った。もう太ったの。いやまだ卒業して5日ぐらいしか経ってないからもう太ったの。太るの早くない。そういうもん、そういうもんだよ。なるほどね。頑張るわ。そうですね。昨日もさ、腹筋とかしようと思ったんだけど、結局アニメできなくて。しほちゃん最近ね、アニメとかばっかりにハマっちゃってね。それちょっと時間決めなきゃダメだね、この春休み中は。もっとやることをちゃんとやってから見るようにしないと。ないよ。だから余計ダメなんだよ。だからずっと漫画読んじゃってる。そう。だからダメなの。携帯とかでもずっと漫画読んじゃってる。携帯ももうそうなったら午前中は使用禁止とかしないとダメですね。もうこのままじゃ。おいしい？今日はしほちゃんに変化があるんですね。どうなんですか。うん、スシローに来たのにさ、うん、甘いもん食べないんでしょ。うん、今日はちょっとやめたことない。理由があって、今日ビルにシュークリーム作ったんですよ。で、食べたんですよ。だから今日は甘いもんでいいかな。でも超失敗したんだよね。うん、もう写真撮っときたかったから、ね、なんか全然膨らんでなくて、なんかこう硬かったね。うん、なんかシュークリームの生地というよりクッキーみたいな。しかも熱々のままあのクリーム挟んだからクリームかけちゃって。ほんと、べちょべちょ。なんでこんなクリームべちょべちょなのと思って、絶対これ熱いうちにやったでしょと思って。でさ、小学校6年生のさ、もう中学になるあなたがやっててさ、リミに指摘されたんでしょ。ねえ、あれ絶対おかしいよね。普通冷ましてから空気、あのクリーム塗るよね。妹に指摘されました。
菓子作るのは好きだけどね、もうちょっとセンスを磨かないとね。部活の成績落ちたもん。え？あ、そうね、ダメじゃん。家庭科の成績落ちたって、そう、受講のね、成績は漏れなくね、上がったのに。頑張ったのに。そう、家庭科と、あともう一個落ちたの、なんだっけ、2個落ちたかった、なんだっけ、2個落ちたよね、うん、家庭科と算数かな。いや、違う、体育だ、体育かな。とりあえずなんか2教科ね。え、ママ、私算数苦手だと思われてんの。算数の方が得意だからね。あ、そっか、算数一番得意か。国語算数理科社会は満点だ。わかりました。ねえ、やだ、何、算数できないと思われてんだけど。私算数できないのリミだ。算数リミちゃん苦手だよね、うん、リミは国語が得意なの。しーちゃん国語が不得意、うん、ね、うん、まあいろいろ兄弟によって違うんですよ、うちら。うちは逆なの。逆なの。確かに。だから今日さ、せっかくさ、スシロー来てさ、あれだけどさ、甘いものを食べないっていうしほちゃんのね、異例なことが起きまして。綺麗だって、いつもさ、ご飯、あのお寿司より先にさ、甘いものを食べることさ好きなのにさ、頼まないんだよ。すごくない？ね、やばいよね。ね、まあシュークリームを作って失敗して、失敗したものをいっぱい自分で食べたと、うん、だからもう甘いものはいいということですね。もうかからんなって、ね、食べよっかな。結局食べんじゃんね、うん、決めたら食べなくていいんじゃない。リミちゃんどうだった、しーちゃんの作ったシュークリームどうだった。美味しくもないし、そういうことね。全然だったよね。ママも失敗したの1個食べたけど、まあまずくはない、確かに。でもシュークリームではない。めっちゃ中途半端だった、うん、いやちょっとさ、うちオーブンレンジ買ったじゃん、うん、まだちょっと新しいのおろしてないんだけど、それでまたリベンジしたら作れるかもね。レンジがちょっと古いからさ、もう。あとさ、はかり機、うん、はかり機がダメ。そうね、そうそう、あの私2回作ったの。違う、量と2回目の量が明らかに違くて、けど同じ 60g なの、多くねみたいな。軽量のやつもうちないからね。じゃあそれもちゃんとしたやつがあったらいいかな。それも買おうか。じゃあ、ありがとうございます。いただきます。はい、ママは混ぜそばを食べます。2人でうなずいてるけど、あっという間に6皿だね。うん、食べました。毎日何してるんですか、卒業してから。この前一回さ、なんか運動しに行ったよね、朝。うん、散歩しに行った。なんか今まで6時に起きてたんですけど、ちゃんとまた6時に起きて、なんか運動しに歩きに行ってたよね。行きましたね。1日だけだけど、まだ続けるんですか。続けるの。今ちょっと連休中だからあれだけど、平日になったらまた6時に起きて行こうかなって思って。マジで今日日曜だよね。うんね、明日連休だけど、うん、であとまあお友達と週明け遊んだりとかするし、あとなんだろう、中学校の準備も着々と、筆箱をね昨日見に行っていいのがなかったから、今日ねネットでちょっと注文しました。めっちゃ可愛いのありました。うん、それはまた紹介します。
で、あとなんだろうね、まあ、これからまだまだ揃えなきゃいけないものが、買わなきゃいけないものがあって、うん、あとね、卒日ですね。卒業ディズニー。なんかさ、LINE 見てるとさ、みんなさ、タイムラインかだっけかなんかにさ、すごいディズニーの写真貼ってさ。マジ？私も入ってきて、ね、行くからね、これからね。うちあの、3月の終わりで、うん、そうそう、遅いよね。だからちょっと混んでるかもしれないよね。もうみんな学校も終わってる時期だからね。でもね、まあ、しょうがないね、それはね。まあ行けるだけ、うん、みんなもね、予定がそうなんかそこだったから、そう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 、それはしょうがないんだけど、ちゃんと超楽しみみたいな。ちゃんとなんかお揃いの上だけお揃いにするらしい。そう、8人いるんだけど、8人全員お揃いで、色もちゃんとなんか合わせるみたいです。そう、色も全員じゃん。ね、楽しみだね。超楽しみ。行ってきます、ね。それまで体調崩さないようにね、体調管理はしっかりしないとね。そうですね。はい。やばい、もう電池がないので、今日はこれでおさらばでございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なんだっけこれ、チョコラーケーキリッチ。なんかね、チョコレートがね入ってる。じゃあ断面にして断面。え、今見た、そっちです。なんかね、わかるかな、なんかこう板チョコみたいなカリカリしたチョコが入ってるらしい。食感が楽しくてすごくなんか美味しいらしい。食レポは食べてない人がでらしいって言ってるからね。あ、そういうことね。らしいって私はアップルパイ食べたんだけど、食べ終わっちゃった。しほちゃんは映りません。いえ今日は映りません。リミちゃんを撮る回です。美味しいね。笑ってよ、笑ってはい、チーズかっちゃはい、じゃあリミちゃん久々登場ですが、リミちゃんも無事5年生になりました。5年生になってから初めてじゃない、動画撮るの、リミ。どうですか、ね、5年生は。どうですか、楽しい。あ、楽しい。友達と一緒になったんだよね。楽しい。まだ普通でして先生の、担任の先生、男の先生じゃん。どう、早口、相変わらず早口。でもね、勉強めっちゃ分かりやすいんだって。授業の教え方がすごくね、いいんだって。分かりやすくて。でしょ？いいじゃん、いいじゃん。いいことだよね。やっぱ5年生になったら勉強も少しはさ、そろそろ頑張らないといけないじゃん。だからリミにとっては良かったのかなっていう。5年生の勉強はね、マジでしょ、かわいいよ。ただ、まあ、リミちゃんはさ、もともとこういう感じだから、男の子自体が好きじゃないのよ。男子も先生もね。私も嫌いだった。そうだから、そう、しーちゃんも嫌いだったけど、私も3年生ぐらいまで嫌いだった、うん、男の先生が苦手なのよ、もともと。誰が苦手とかじゃなくて、男の先生全般に全員苦手なのよ。私も3年生までそうだった。で、1年生から4年生まではうまいことに女の先生でずっと来てたんだけど、ここへ来てね、初めて男の先生にぶち当たりね、ちょっと今ね、ピエンピエン状態なのよ。だけどちょっと慣れてきたんでしょ。まだ慣れない。あ、まだ慣れないって。私も3年生の頃初めて男の先生になって、うん、1年経ってちょっと慣れたの、うん、それで4年生でもうだいぶ来たから。そっか、じゃあ慣れるまで1年ぐらいかかる。1年ぐらいかかったな、私は。あ、そっか、うん、それで告白したぐらい。そっか、だから1回担任になっちゃえば告白できると思うよ、ま、うん、でもそれまで苦手だった。うん、じゃあまだまだ慣れないか。徐々にだね。徐々にね。徐々に慣れる。まだ慣れない。あ、そうそう、年長の時、年長さんの時だよね。年長だっけ。あれ、年中か、年中だ。その時もさ、先生のことさ、今だから言えるけどさ、
やだやだ言ってて、年中の時もね、もう先生がやだって言ってたの。だから先生、そう、まあ他の生徒にはすごい人気の先生なんだけど、リムはやっぱり苦手で、なんか先生に何も話せない子だったのね。話せなかったよね、先生にね。そう、そういう子でした。めっちゃ嫌だったもんね。それ到来だよね、だからね。4年ぶりに、違う、5年ぶりか。年中以来だから、そうね。PNPN だね。試練ですね。授業楽しいならいいじゃん、わかりやすいって、うん。まあそこだけ、そこだけっていう言い方あれだけど、でもさ、勉強の教え方がうまいってすごくない？先生としてさ、すごいよね。雑談とか入んないの？雑談とか入んないの？雑談。なんか勉強以外の話とかならないの、授業中。例えば、私娘がいて、みたいな感じのさ、話とか。ならない。豆知識とかもうなんかさ、勉強の、あれなんでしょう、説明とかがすごい長いんでしょ。そうなんだ。なんかパパみたいな教え方するんだって、なんかこう、図を描いてみたいな。そうそう。そうなんだ、パパだね。うん、あれ、あれ、何？前やったやつの復習みたいな。あ、復習もちゃんと説明してくれるんでしょ。この前やったやつとかじゃなくて、ちゃんと前やったのも復習として説明してくれる。取れてる？うん。ちょっと今一回切れちゃいました、すいません。普通で切れちゃったね。どこまで話したかも忘れちゃった。まあとりあえず先生は今勉強の面ではいいけど、まあ、男の先生というだけでちょっとまだ苦手要素が、あとは全部嫌だって、どういうこと？あ、全部嫌だ。え、これ YouTube で流れちゃったらやばくないですか、リミちゃん。でももうそれでも嫌なんだね。じゃあ先生以外はどう？慣れてきた？クラス。クラス。まあまあ。中学校男の先生いっぱいいるよ。そうだね。年取った。うん。慣れていかないといけないよね。だからこの1年はリミにとってさ、逆に良かったのかな。成長の年。そう、成長の年だね。ね。やだ。まあとりあえず早くなれるように頑張りましょう。まあでもまだね、始まって本当4月だし、これからよ、みんな。1年って長いし、1年後にどういう気持ちになってるかなんてさ、今の時点では分かんないじゃん。そうだね。うん、ね、頑張りましょう。頑張りましょう。えいえい、おお、あれ、おお、あれ、ちっちゃく、おお、えいえい、あああああ。